どうもこんにちは、フルチです。今回もアスシンクリードシンジケートやっていきたいと思います。さあ今回は5かな、シーケンス5ですね。有効的な競争来るなのか。ミス・アタウェイ。ええ、何か。ああ、素晴らしい私の命よ。何？誰にでも値段はあるわ。これでいい？命が目的じゃない。何が目的？ミスター・スターリックとミルナー社は長い間あんたを邪魔してきた。ビジネスの提案をしたい。いいわね。いろいろ話しましょう、ミスター。ジェイコブ・フライダー、どうぞ何なりと。ではありとあらゆること。ねえ、手綱を取っていただけるかしら。ミルナの手下の一人を見つけると。脅迫状が届いているの。スターリックが会社を買収して以来、マルコム・ミルナーが全面戦争を仕掛けてきてる。それにあなたの風貌が殺し屋のようだったから。ひどい侮辱だ。立ち直れないかもしれない。私を助けてどうしたんだ、ミスター・フライ。お互いが利益を得るチャンスを感じる。本当に？そんなに信じがたいか。あなたの意図が大変で、ミルナーとスターリックが反撃できた。とても痛快でしょうね。ミルナーのだわ。ミルナの手下を暗殺すると飛び移っていいのかな。行こう。これ護衛か、撃ったの今。そうだ、行け。よいしょ。いや、でかい分遅いのかな。もうちょっと、もうちょっと。オッケー。ゆっくりとだ。屋根に登る。なぜ。いや、大丈夫そうだ。いた。なるほど。行こうか。まず倒さないといけないか。降りらざるを得ないかな。てかね、味方が追ってきてるんで大丈夫。やれ。マルコム・ミルナ、スターリックの操り人形よ。気をつけろバカども。アタウェイの車庫に届けるパーキシンだぞ。彼は私の馬車を燃やす気ね。そんなことはさせないわよ。火遊びの怖さを教えてやるか。パーキシンを逆に利用しよう。うちの連中が役立つ。それはとても起業家らしいひらめきね。ではお任せするわ。さあ、馬車を破壊する方法を見つけると。火薬かな、何かな。なんだこいつ。来い。どうしてた。力がみなぎってるな。ミルナーに引き渡したきりだ。もう1週間前だな。爆発物を搭載した馬車を移動させて爆発させるんだね。全員構えろ。撃て。しまったな。外しようがない。やる気？中央動員から逃げる力もなかったんでしょ。今ならね、ばあちゃんみたいだな。
さあ乱闘になってきたが、ちょっと味方がやられたかな。やるじゃないの。はい、おしまい。押せばいいんだね。さて、やるか。さあ、連打ゲーになったね。もうこれに関してバレずにやるってことは難しかったのかな。準備は万全だ。さあ特に命令する気はなかったんだけれど、点火するか。さあ離れようか。逃げるエリアから。オッケー。仕事の計画があるの。いつでも秘書に連絡してアポイントを取って、そしたら計画の次のステップを教えるわ。そういう働き方はしないぞ。さあ協力的な関係は築けたのかな。なんかすぐそこになんかあるよな。ちょっと行ってみるか。敵風のマークあったがないか。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ちょっとここのサザーク内の、ビューポイントとかを見て制圧しようかな。まあいや、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。ではでは。